やん。皆さんこんにちは。改めましてバカでございます。アップハグのブレダイコンです。はい、ね、どう今触ってみて分かったでしょ。これすごいわ。すごいでしょ。すごいの、ね、ぐるぐるなの。 iPhone でも iPad でもスマートフォンでもタブレットでも、うん、何でも取り付けることができるスタンドなんです。スタンドシャッシャうるさいし、はい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 、分かった。テンション上がっちゃって。いやこれね、びっくりした。私が一番びっくりしたのは、iPad 立てても超安定してるんですよ、ね、だって、まあ、軽いですけど、エアは、うん、結構ね、まあ、iPhone とかと比べると結構あります。そりゃね、だけど、これでね、ちゃんと支えてくれるんですよ。それにね、びっくりした。この下の部分に吸盤が2個ついているんですね、うん、1個、2個と、うん、ペタンとつけた後に、このね、フックっていうのかな、はいはいはい、をパタンって倒すことで、もうね、がっつりめっちゃ固定されるんですね。その通りでございます、うん、机だったりとか、窓だったりとか、壁だったりとかね。窓もいけるの？いけます。マジで、それすごいわ。凹凸があるものはダメですよ。凸凹してるとかダメですけど、平らでツルツルとかだったら大丈夫か。バチッと止められる。1個じゃない、2個あるからね。それが安定感の秘密でございます。安定してますよ。ペタッと。そこじゃないんです。こっちじゃないですけど。そこじゃないですよ。ほら、機能紹介する。ほら、こういう感じで窓とかにもついても全然強烈についてますから。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。全然落ちる気配がない。備品だからやめようよ。確かに。しかも、はい、これいくつあるんだろう。関節っていうのかな。そう、多いんですよ、とかもあるでしょ。そう、で、ここもなんていうかな、こっち側も曲がるんですよ。マジで。で、なおかつもちろん高さ変えられるんだ。変えられる変えられる。肘も曲がるし、首も曲がるし、もう完全に自分の好きな角度とか調整できるってことですよね。そう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 、自由自在。すごい、自由自在、自由自在。料理するときにアプリ見るじゃないですか。わかるわかる。その時にあの壁にこれ貼って、超いい。こうやってペッタンってやって、ここであのクックパッドとかレシピ見ながらやるといいと。 それ絶対いいでしょ。それはいい。だって料理してる時って、うん、iPhone 触れないし、うんうんうん、見づらいじゃないですか。ちょっとだからこの料理してる時に見られる。わかります。これ壁にあったらわかります。めっちゃいいやね。あの台所とかちょっと置く場所がないけども、はい、意外とほらタイルの壁があったりとか、ある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 、ピタッと行きやすいところがあるので、うん、いいこと言いましたね。いや、いい。私もね、今自分で言ってびっくりしちゃった。天才天才。もうすごいと思うわ。マジでやばい。尊敬。適当だろ。いや、でも真面目な話、キッチンで使うっていうのは僕も大賛成。あとは、うん、あの防水のタブレット、あのソニーの Xperia Z とか持ってる方とか、アンドロイドの防水スマホ持ってる方とかはお風呂でもいいですよ。おお、ね、そうか。あ、その通りでございます。じゃあこうやって湯船浸かりながらタイルのここにペタッと貼っといて、そうそう、タイルのとこからこうやって、うわ、見れちゃうんですよ。めっちゃいいですね。でもこうさ、ずっとあると水とかかぶっちゃったり、うん、だからちょっとこう水から遠ざけたいときはちょっとこうククってやっとくと、こう脇にのけるとかも。いいというわけで、はい、もうキッチンでもいいし、風呂場でもいいし、もちろん机の上ね、うん、中でも使えるという吸盤が強力で自由自在に曲がるスタンド、これは本当おすすめです。欲しい。皆さんぜひアッパクサーでチェックしてください。バイヤー。